ハーク・ハーベイはアメリカ合衆国の俳優、映画監督である。1924年6月3日、コロラド州のウィンザーに生まれる。後にイリノイ州に移り住み、第二次世界大戦時にはアメリカ海軍へ入隊していた。1945年にカンザス州へ移り住み、カンザス大学で演劇と演技を習得した。大学在学中にアーウィン証言作による戯曲。 ベリーザ・デッドを映像化した作品で監督デビュー。その後は俳優として舞台や映像作品に出演したり演劇の講師として教弁を取ったりしながらカンザス州のローレンスを拠点とした教育映画制作プロダクションのセントロンプロダクションで制作活動を続けた。1962年、低予算で制作したホラー映画恐怖の足跡を発表。 制作費はお,およそ3万ドルで制作され、キャンディス・ヒリゴスを主役に据え、ハーベイ自身は監督、制作のほか、謎の男としても出演をしている。同作品は、カルトホラー映画として支持され、他の映画監督にも影響を与える作品となった。しかし、ハーベイ自身は、その後、長編のフィクション映画は監督しておらず、恐怖の足跡がハーベイにとって、 最初で最後の長編映画作品となった。1996年4月3日、自宅があったカンザス州ローレンスで死去。71歳だった。ありがとうございます。